クマーマ、はい、クマーマ、クマーマ31と総27、はい、ということで何してんの2人は。ですね、音楽を演奏するユニットなんですけども、うん、はい、ミュージシャンってこと、はい、ジャンルは何になるの。ジャンルはネタみたいな音楽ですね。音楽、ネタみたいな音楽、はい、コミックバンドみたいなの近いの。そうですね、はい、はあ、じゃあ普通のものじゃないってこと。あるものを使って演奏するというの。何演奏するの。ですね、メインになる楽器がお茶碗、うん、茶碗、うん、茶碗とか湯飲みとか陶器ってこと。そうです、陶器、陶器で演奏する。そうです、まあこんな感じで、はいはいはい、まあ、いっぱいあるね、いろんな種類の、はい、見たまんま丼とかね。ラーメン、ラーメンの丼とか。そう、ラーメンが一番大きくて、まあ、湯飲みとか、はいはい、まあ、これはお茶碗とかね。なるほどね。 で覚えるのも大変なんじゃない。そうそう、叩き方とかから自分で考えなきゃいけないんで。あ、叩き方で音変わってくるってこと。叩き方で音階が、その音階は変わらないんですよ。上からだとなんかちょっと音が死んじゃうんで、うん、まあ、横からこう叩く、あ、確かに響くね。叩く位置もあるの。なんかそういうのをいろいろ考えながら、へえ、ちょっとじゃあやってもらいましょうか。はい、行ってみましょうか。行きましょうか。じゃあちょっとクラシックのですね、はい、トルコ行進曲っていう曲をやってみたいと思います。はい、はいはい、行ってみましょうか。はい、はい、おー、あれでもすげえな。はあ、久しぶりに本格派の人がねえやるな。